おはようございます。あやらです。9月5日月曜日ですね。昨日は YouTube ライブ遅くまでご覧になっていただき、ありがとうございました。ということで、リクエストにもあった1週間のルーティーンですね。ちょうど今週予定がないので練習だけのスケジュールの予定になっておりますので、そちらの方で、自分の1週間のルーティーンですね、ちょっと撮っていきたいと思います。興味がある人はぜひご覧になってください。今からグラップリングの練習にお渡し行ってきます。ではまた。はい、ということで今練習終わって、これからサウナ行ってきます。天気がめっちゃいいですね。でね、ちょっと寄り道して最近ハマってる湯向けとご飯なんかね、YouTube でね、湯放射器の取り方をやって、最近ちょっと見てたらハマっちゃって、ハマってるっす。ってことで、今強くサウナ入りました。10分3、4かな？の6の2ぐらい。はい、天気良かったんで、本当良かったです。なんでこれから昼飯でも食べ行きましょう。今練習終わって、サウナ行って、飯食って、少し家で休んでから、この後ジムで指導あります。で、今日スパーリング、キックボクシングのスパーリングの日なので、まあ、メンバーによってちょっと自分も混ざって一緒にやろうかなと思っております。で、キック、てめえめえか。そうですね。今日の一日のスケジュールは同じで、帰って飯食って寝るだけって感じですね。で、ちょっとそのクラスの様子も撮れたら、ちょっと撮りたいなと思っております。今日の晩ご飯です。お肉と漬物と卵です。ではお疲れ様でした。おはようございます。9月の6日火曜日、ロータスの方でグラップリングやっていきます。今週は組み技系が多いかな。はい、ということで練習行ってきます。はい、今日の昼ご飯です。ダルそば。お疲れ様でした。火曜日夜は4時間指導して、今帰宅です。11時です。これから晩ご飯食べてお風呂入って寝ます。また明日。おはようございます。9月7日水曜日、天気曇り。今日はね、プロ練がない日です。水曜日はプロ練がお休みの日です。私のね、ジムも今日休みなんでね、まあ、丸一日お休みデーなんですよ、基本。水曜日って。僕の。なんで、今日は、ざっくり、午前中フィジカルやって、で、髪の毛やり行って、で、サウナ行って、ゆっくり体休めて、夜、ジム、ミットしに行けたらいいかなって感じっすね。まあ、ちょっと、どうなるかわからないですけど、まあ、大体のスケジュールはこんな感じです。で、朝、まあ、10時過ぎぐらいですけど、今日はゆっくり。午前中ちょっと仕事して、今仕事ちょっと一段落して終わって、朝のデートレやって、コーヒーを飲みながら、バターコーヒーを飲みながら、ゆっくりしております。基本的に朝飯僕食べないので、コーヒーかスムージーかっていう感じの朝ごはんになります。で、感じですね。今日も一日張り切っていきましょう。
はい、水曜日終わりました。結局雨降ってキャンプ行けずに通常の水曜日を過ごしてしまいました。筋トレしてサウナ行って髪やってミット通常通りでしたね。あ、で昼飯ちょっと取り忘れちゃったですね。普通に自家製チャーハンを作りましたね。はいって感じで、今ミット終わってで、ジムワーク終わってから家帰ります。じゃあまたさよなら。おはようございます。9月の何日か木曜日ですね。天気は雨。昨日の筋トレのおかげで体は痛いですが、今日も張り切っていきましょう。てことで、ロータスに MMA の練習をしに行きます。で、試合決まってる人が何人もいますので、負けずに自分もテンションを上げてやっていきたいなと思います。怪我なく。今日も行きましょう。ではまた。お疲れ様です。練習終わりました。2分ボクシング3ラウンド、ボクシングテイクダウン3ラウンド、MMA 3ラウンド。9ラウンドですね。あと、バナナの顔だ。クタクタです。試合前の人がいてたくさんがっつりやれました。今日これから飯食ってちょっと家帰って休んで夜クラスやって、元気だったら柔術スパーも混じるって感じですかね。はい、もうクタクタですって感じで、じゃあ昼飯の様子また撮ります。じゃあ、はい、帰ってきました。今日の昼はじゃん、今週2回目のそば。疲れてる時はやっぱね、こうそばに嗅ぎますね。減量してる時は小麦粉取れないのでそばがなかなか食えないんで痩せちゃいますよなんつね。はい、さよなら。おはようございます。金曜日です。今日の予定は今からジム行って2コマ指導をして、夜はねクラス担当してくれるトレーナーの人が来週火曜日ボクシングの試合だからね、私が今日代行なんですよ。なんで今週の疲れと夜の代行のことを考えたら、今日の練習はちょっとお休みしてクラス終わって飯食って歯医者行くか、時間余ったらサウナとかそんな感じですかね。まあちょっと今日はゆっくりしたいなと思います。週末もちょっと忙しそうなんで、ちょっと今日はゆっくりしていきたいなと思います。チャリ通です。今まで乗ってた電動自転車がね、もう鍵をなくしてしまって、新しく今自転車を注文してるんですよ。それがね今月ぐらいに届くので、それまではママチャリ通です。はい。そんな感じで今日も一日、天気は曇り。微妙な天気ですね。暑いですけど微妙な天気です。ということで今日も一日張り切っていきましょう。それではまた。バイバイ。こんにちは。本日土曜日です昨日の夜の晩ご飯等を撮影するのを忘れてました。すいません。昨日結局ジムで朝2コマやって、ホームページ作るのを多分2時間ぐらいパソコンやって、で結局歯医者行く時間が行けなかったので行けずにサウナそのまま行って、で夜代行でもう一つの方のジムでクラスやって、で指導2つやって、
で帰ってきたって感じですね。ちょっと疲れすぎて昨日は全く動けなかったですね。ってことで今日土曜日ですね。土曜日は快活道場と行ってきた帰りです。朝撮れなかったです。また撮り忘れました。グラップリングをやってきました。で、今帰りですね。帰ってきました。で、お昼ご飯です。サラダと、プロテイン。で、お茶。お茶はまああれですけど。って感じですね。今日の昼ご飯はこれだけです。朝はコーヒーだけですね。で、これからご飯食べて、少し1時間くらい休憩したら、ジム行って、3コマ、キック充実の指導ですね。で、夜は何もないです。てな感じです。今日またクラスの様子撮れたら回しますね。また後ほど。お疲れ様です。土曜日、任務終わりました。本日トイカツ道場でスパしてきて、帰ってきて昼間指導して少しクラス混じって今帰宅って感じですね。7時ぐらいかな。7時ぐらいです今。今日はね、家に誰もいないので焼き鳥小太郎さんで焼き鳥をテイクアウトして一人で炭火晩酌会です。一人の時間が好きです。基本一人ですね。一人好きです。はい、っていう感じで今日は1週間が、終わりました。明日はね、ジムの女の子が MMA デビューするということで、女セコンドでディープジュエルに行きます。またその様子も撮れたらと思っておりますが、はい、とりあえずね、あとそうだね、夜もね、練習仲間の松岡くんがタイトルマッチ、アキラ選手と、アキラくんとタイトルマッチでパンクラスあるので、それも地元立川でね、やるんですよ。すごくいい会場なんで、セコンド帰ってきて時間が間に合ったら応援行こうかなと思っております。ね、日曜日、なんか今週本当に格闘技付けない週間だったですね。誰とも会ってないですね。誰とも会ってない1週間でした。はい。そんな感じです。じゃあちょっとゆっくり焼き鳥を焼きながらゆっくり晩酌したいと思います。それではさよなら。お疲れ様です。本日撮影最終日。あのね、ごめんなさい、やっぱこれ僕向いてない、撮影をするっていうことが向いてなくて、結構ちょいちょい撮り忘れちゃうんですね。日曜日、今日ね、今昼なんですけど、今日朝から、うちのジムの女の子が、津田美咲がね、ディープジュエルスに出場して、それのセコンドで、ちょっと今行った帰りです。はい。残念ながら、1ラウンドで負けてしまいましたが、すごくいい経験になったと思っております。ネガティブなことではなくて、すごくポジティブにいいことだと思っております。まだね、で去年の12月に入会して、10ヶ月ぐらい ?9 月だから10ヶ月ぐらいか。10ヶ月ぐらいやって、で寝技なんて始めたのまだ2ヶ月3ヶ月ぐらい、10回とか20回ぐらいでしょ、やったとしても。まだまだこれからです。アマチュアなんで、たくさん試合して、たくさん負けて、たくさん経験して、いろんなものを学ぶことが大事です。こんな言い方はもう俺あんま好きじゃないんだけど、練習してることのね 10% も出せなかったなっていうのが、雰囲気に飲まれてしまったり、ケージに入れられてしまったり、まあ、人の前で戦うのも初めてもそうだし、全てが初めてなわけじゃないですか。減量も初めてだし、何もかもうまくいくわけないんですよ。いきなりうまくいったら、それはそれですごいと思うし、アマチュアの試合の経験もないわけじゃないですか。柔術とかレスリングとかキックボクシング、まあ、キックボクシングの試合は出てるか、何試合か出てるんですけど、なんかそういう経験がまずないので、なかなか一発目でうまく、特に MMA は本当にやることもたくさんあるし、今回の負けでしっかり次の練習に生かして、また次の試合チャレンジできたりすることができればいいなってのは思っております。はい。なので、ちょっと皆さんも、真面目にやってるのはね、真面目に格闘技をやってる子なので、いつか、こう、きっかけをつかむことができたら、
勝っていくかなと思いますんで、長い目で見て焦らずじっくり育てていきましょうっていう感じですね。まあ女子だけじゃなくて男もね、今何人かの人がアマチュアで今一生懸命熟しながらこう育ててる感じですね。やっぱ慌ててプロデビューさせたりとかそういうことは全然できるんですけど、まあゆっくり育てていきましょうっていうことですね。本人もどうしてもプロデビューしたいとかそういう焦りがあるわけじゃないから、あの自分の YouTube でも言ってますが、アマチュア選手はもうたくさん負けてたくさん経験したい、もうそれが実る時がいつか来るので、そこで腐らず一生懸命頑張っていきましょうよっていう話です。男の方がやっぱすぐ離脱しちゃうんですよね。なかなか難しいなと思います。プロになりたいとかって人は結構いますがね、なかなか続く人はいません。なんで細く長く残り続けていきましょう。趣味ですね。はい。ってな感じです。今日ディープジュエルさんで久々に佐伯さんと会ってる。ちょっと試合の話も少ししてきました。自分の試合もいつか組まれるんじゃないのかなと思っておりますので、まあそれもタイミングだと思うんでね。生徒たちや、まあお弟子というかそのね、今日出てる子たちとかにも背中を見せれるようなファイターになれればいいなと思っておりますので、まあ引き続き頑張っていきます。よろしくお願いします。って感じですね。今日の日曜日。で、これからね、息子の長男のサッカー行けたら行って、夜パンクラスか。練習仲間の松本くんがタイトルマッチなんで、ちょっとそこの応援行けたら行って、って感じかな。うん、今日の予定は、そうですね。なので、撮影が本日最後になってしまうと思いますが、一週間、お疲れ様でした。なんか、格闘技しかやってない、人みたいな一週間でした。基本的にはこのルーティンです。練習は、今週は結構組み技系が多かったんですけど、まあ、そこに相対隔週で打撃入れたりっていう感じでやってるんですね。なので、まあ、もちろん試合が決まれば、このルーティンというかその一週間スケジュールは変わっていきますが、まあ、基本的に大体こんな感じです。週5、6練習して、日曜日休んで、この休み時間というかその練習とジムの間に、まあ、誰かと会ったりとか、飯食いに行ったりとか、仕事したりとかっていう感じでやってる感じですね。今週ちょっとホームページ作るのでちょっと忙しくて、ちょっとパソコンをいじる時間多かったですが、ちょっと今やりたいことをちょっと一つ見つけて、また改めて報告できればいいなと思っておりますので、そちらの方もぜひ楽しみにしてください。てな感じで、金原正則の、一週間お付き合いいただき、ありがとうございました。じゃあまた。